お願いします。よろしくお願いします。国立がん研究センターの、鈴木と申します。本日私が、行いますのは、実際に、簡単なシークエンスデータのテストデータを用意しましたので、そちらの、マッピングと可視化っていうのを、すごい簡単なコマンドラインなんですけれども、国立遺伝学研究所のスーパーコンピュータシステムを今回お借りしましたので、そちらを用いて実際に行ってみましょうということと、あとツールの紹介であったり技術の紹介みたいなことを、後半で行いたいと思います。私は国立がん研究センターに所属しておりまして、特にがんの研究を、中心に行っておりまして、がんの、ゲノムエキソームシーケンスから、ミューテーションを検出したりだとか、あと、がんの RNA シークを行って発現量の解析や、融合遺伝子等の検出を行ったり、あと先ほど紹介ありましたチップシークみたいなものの解析を行って、がんの転写因子だったりエピゲノムのシーケンスのデータの解析とか、あとシングルセル RNA シークの解析とか、さまざまな、次世代シーケンスデータを用いた解析の、経験がありますので、何かご質問がありましたら、途中でも、この後でもいいのでよろしくお願いします。で、本日、この画が抜けてますけど、遺伝研のスーパーコンピューターシステム すいません、を、お借りしまして、アカウントを、皆さんのも用意していただきまして、今、その手元に、アカウントとパスワードがいっているかと思います。おそらく、レクポ01というのは今から私が、使うんですけれども、03ぐらいから、配られていると思いますので、ご確認ください。で、本日、用いるソフトウェアなんですけれども、テラタームと WinSCP、 こちら Windows の方はインストールをしていただいて、 Mac の方はやらなくても、なんかできる環境になっているようなので、こちらを用意していただいて、あとは IGV を、今回インストールしていただいていると思います。ちょっと、もし動かない方がいましたら、ここでレスキューしたいと思うので、手を挙げていただければと思います。皆さん動きますか？大丈夫ですかね？じゃあ、とりあえず進んでしまうので、なんかまたわからないことがありましたら止めてください。手を挙げていただければ、後ろの先生方も助けてくれると思うので、よろしくお願いします。で、スパコンをもしかしてもうガシガシ使って、シーケンスデータの解析をしているという方がもしいらっしゃいましたら、もうすごく退屈な、前半部分は退屈になってしまうと思うんですけれども、そういった方は先に進んでいただいて、資料を読んでいただければと思います。スパコンから、PC から、手元の PC からスパコンのログインをするのに、遺伝研のこの、スーパーコンピュータシステムの、ウェブページがありまして、こちらの、なんですかね、リンクから飛んでいただきますと、使い方というのが、書いてありまして、実際にこちらを見ていただくと、すごい分かりやすく、アクセスの仕方が書いてあると思います。実際に Windows ですとテラタームを使ってアクセスをして、 Mac だとターミナルっていうのがアプリケーションのユーティリティの下にあると思うので、そちらからアクセスをしていただくということになると思います。すみません、ちょっと Windows の方の、画像を出してしまっているんですけれども、実際にでは、Mac の方はターミナルからになりますけれども、テラターム、Windows の方はテラタームから、こちらのサーバーに、ログインを、していただいて、そのユーザー名とパスワードは、今お配りした、アカウントを用いて、アクセスを、してみてください。それでは、少し時間を取ろうと思います。で、もし、つながった方がいましたら、おそらくなんかこんなような、ゲートウェイノードというところに、ログインすることができると思いますので、この部分が表示されましたら、ここの部分で、解析を行いますと、遺伝研の方に怒られてしまうので、この Q ログインというのをしまして、この別のノードの解析をするノードに、
アクセスをして、でここでまたエンターを押しますとパスワードをまた入力するところが出てきますので、それでパスワードを入力していただければと思います。ですいません、 Mac の方は、このこちらになります。Windows の方はあの資料の通りにエテラタームから入っていただいて、 Mac の方は、ターミナルを開いて SSH っていうので、まあ、飛ばして、でユーザー名、スペース開けてユーザー名でアットマークでこの、遺伝犬のサーバーのしていただければログインできるかと思います。エンターを押すとおそらくパスワードを入力する画面が出てくると思いますので、パスワードを打っていただければと。もしあの Windows の方はあのちょっと進んでいただいて、あの WinSCP っていうのも同じように、使ってログインができて、これはあの PC から、あ、サーバーから自分の PC、 また PC からでもスパコンっていうののファイルのやり取りに使う Windows の方はこれを使ってやるので、まあ、これをもしかしたら動くかどうかを、確認していただくといいかと思います。とりあえず進みます。すいません。あのまだできてない方はあの他の先生方に助けていただいて、あのゆっくりついてきてください。で、Q ログインを、打ちますと、ログインノードというところに、入ります。で、Q ログインを打ってでエンターを押しますと、また多分パスワードを要求されて、でパスワードを打つんですけど、おそらくパスワード表示されないので、でもあの打ってエンターを押すと、Q ログインしてログインノードにログインすることができると思います。でここまで終わった方いらっしゃいますか？あ、結構終わってるから大丈夫ですかね。すいません、先に進んでしまいます。あのちょっと説明をいろいろしている間に、まだできていない方はあの先生方に助けてもらってください。で、先ほどここで、まあ、こうやって入るとあの自分の、アカウント名がついた部分に、入ると思いますけれども、おそらくホームディレクトリという自分のホームというところに、まずログインされます。でこの上にはまあホームをまとめているフォルダー、まあ、ディレクトリがあって、一番上にまあルートディレクトリというのがあって、で、この下にそれぞれに、その自分の解析したいファイルというのを、置いて、まあ、ここの部分で、解析を行うという形になります。で今ここに、皆さんはログインをしています。でとりあえずあのまずあのコマンドを打ってみましょうというのが、そのあのやったことがある方にとってはとっても簡単だと思うんですけれども、まず PWD というのを打っていただくと自分の、いる場所というのが出てくると思います。で、まあ自分のいる場所ですね、多分、はい、ホームレクトいくつというのが出てくると思います。で今 ls っていうのを打ちますと、そのこのホームの下にあるファイルが全部リスト化されるコマンドになります。でちょっとここが大事なんですけれども、おそらく今皆さんのホームのディレクトリには何も置かれていない状態で、この私の使っているレクト01にだけ置かれているので、この cp コマンド、コピーコマンドを使いまして、この解析ファイルを自分のところにまずコピーをしていただくということをやっていただきたいです。なので cp スペース -r スペース、スラッシュホームスラレクト01スラ自習でスペースでドットというのは 今いるところにということでドットを打ってください。でこのレクト01はレクト01と打ってください。私の使っているホームに今この自習というフォルダーが置いてあるので、それを皆さんのドットですね、自分のホームディレクトリにコピーをするという作業を行ってください。で、まあ、コピーが終わりましたら、ls と打っていただくとこの自習っ
ていうのがコピーできたっていうのが出てくると思います。でその次週の中に、これはフォルダーなので、まあ、ディレクトリなので、この中にチェンジディレクトリというコマンドで、移っていただくと次週の中に入れます。でそこでまた PWD で自分のいるところを確認していただいて、で、ですね、で LS を打つとこの次週の中にあるファイルがずらっと出てきまして、こちらが今日使う解析ファイルになります。ちょっと実際の次世代シーケンサーのデータをそのまま使うとすごく大きいので、ちょっと小さいテストファイルを使って今日は実習を行おうと思います。で、まあ、LS-LT という -LT というオプションを使うと、この日付とかファイルサイズとかを、まあ、表示してくれる形になります。で、チェンジディレクトリ CD だけを打つと、元の自分のホームディレクトリに戻ります。でというところまで、ちょっとやっていただいて、まあ、このファイルがコピーできれば、ここは大丈夫です。ちょっとここから先はコマンドを、紹介するということをちょっとひたすら繰り返している、ものになりますので、ちょっと先に進んでしまいます。Linux を使ったことがある方はとても、退屈かもしれないんですけれども、この cat というコマンドを使う と、この cat なんとかとこの、指定したファイルの中身をすべて表示することができまして、まあ、例えばここの rect1 というところの下に置いてある readme.txt というテキストファイルを、まあ、このコマンドで見ることができると。同じようにnews.txt というファイルもこのように見ることができます。で、まあ、head や tail というコマンドを使いますと、頭10行や後ろ10行といったものを見ることができると。まあ、あと more や less といったまあコマンドがあっても、こういうふうにファイルの中身をスーパーコン上で表示することができるコマンドがあります。でまず先ほど使っていただいたんですけど CP コマンドっていうのがありまして、まあ、例えばこの readme.txt を自分のところにコピーをしたいとかいったようなコマンドはこのような形になって、あとまあ例えばそのフォルダーを自分のディレクトリに作りたいときですね、自分のホームディレクトリに新規にディレクトリを作成したいときは make ディレクトリというコマンドを使ったり、あとファイルの移動したいときは mv というコマンドを使ったり、あとファイルを削除したいときは rm リムーブというコマンドを使いまして、このようにファイルをまあ作成したり移動したり削除したりということができます。で私がよくやってしまうのは rm でアスタリスクとかっていうふうに押してボンってエンターを押してしまうとファイルが全部消えてしまってもう復元できなくて、あ、やってしまったということがよくあるので、まあ、ここはちょっと気をつけて使っていただければと思います。で、まあ今まで紹介したのがちょっとオミックス解析とはちょっと関係ない部分になるんですけれども、まあ、スパコンで基本的にこういうコマンドが使えればとりあえずはいいかなというコマンドを紹介しました。で先ほど説明しました通り、もしできている方は次にスパコンから自分の PC、 または自分の PC からスパコンにファイルを、まあ転送する、ソフトウェアが、まあ、WinSCP というのがありますので、まあ、そこから、スパコンに、まあ、ログインをしていただいて実際に、ファイルのやり取りができるような形に、まあ、セットアップをしていただくといいかと思います。Mac の方は WinSCP は使わなくても、おそらくコマンドラインで、このファイルを自分のところに置いたりだとかっていうことをすると思うので、まあ、それはまた後でファイルを転送するときに説明をしたいと思います。でちょっと Windows の方だけになって申し訳ないんですけど、まあ、WinSCP というものを、まあ、ダウンロードして、まあ、インストールしたときにちょっと表示が違う方がいるかもしれないですけれども、スパコンの、自分のホームディレクトリが、まあ、このように見えて、もしかしたらこういうふうに、な表示じゃない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
例えばここのファイルを自分のデスクトップにコピーしたり、自分のデスクトップからまたここにコピーをしたりすることで、スパコン上のその自分のフォルダと自分のローカルの PC の、でファイルのやり取りがまあできるという形になります。で今一応ここまでで、まずコマンドラインでスパコンにアクセスをする方法と、まあ、あと自分の PC と、そのスパコンとで、ファイルをやり取りをする、まあ、方法っていうのをちょっと駆け足で申し訳ないんですけれども、まあここで、まあ、できるようになったということで、最後にちょっともう一個IGV というソフトウェアをダウンロードしてインストールしてくださいというふうな連絡があったと思いますが、これは自分の PC の上に解析データを置いて、それを実際に可視化するためのソフトウェアになります。ゲノムブラウザの形になります。でこれが立ち上がるかどうか確認していただいて、で今回ヒューマンの HG19 という、ヒトゲノムのバージョンなんですけれども、こちらに、マッピングをしたデータを最終的に可視化しますので、このヒューマンの HG19 が選択して表示されるかどうかを確認するところまで、行っていただければと思います。で、実際のシーケンスデータのマッピングと可視化ということで、今の、おそらく Q ログインしてもいただいていると思います。で、この後に PWD というところをその Q ログインした後に打っていただくと、おそらくホームディレクトリ、自分のホームの場所が表示されると思います。その後に、CD 自習と打っていただくと、このコピーをした自習というディレクトリの中に自分が入ることができます。で LS を打つと、このように解析の、に使用するファイルが出てきます。でここからがちょっと難しいかもしれないんですけれども、遺伝研の、スパコンの今ログインノードにいるんですけれども、それをさらに計算をするときに計算ノードにかけない出さないといけないので、このマッピング .sh というファイルの中に、マッピングのためのコマンドが書いてあります。ちょっと後で説明します。で、これを計算ノードに投げましょうというコマンドになります。 qsub というコマンドで投げるんですけれども、これは詳しくは遺伝研 の, スパコンのホームページに行っていただくと、なんかもっと詳しいことはいろいろ書いてあります。で、ちょっと大きな計算なので8ギガぐらいのメモリが必要ですというのを指定してあげて、でshort.q というちょっと短い計算時間のQを指定してあげて、でこのマッピング .sh を実行してくださいという、こういうコマンドを打ってエンターを押していただきますと、なんかこうマッピング .sh がサブミットできましたっていうようなコマンドが出てくると、こういう形でちょっと大きなジョブというのを計算ノードに投げてやるという形で、でもこれでマッピングが始まって、である時終わっているという形になります。で一応ちょっと50人ぐらいいるということで、このshort.q がちょっとどれぐらいの、空いているのかが分からなくて、もし混んでいたら、なかなかジョブが始まらない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、とりあえずまずちょっと投げてみていただけるとありがたいです。でこちらに書いてあるように、 your job でジョブ ID が書いてあって、マッピング .sh がサブミットされましたというとりあえず表示が出れば、いい形になります。でちょっとこれ以外の表示が出るとエラーになっている可能性があるので、そういった場合は少し見直していただいて、もう一度チャレンジしてください。でジョブが投げれた方はジョブの確認と削除というのをこういったコマンドでやることができます。これはちょっとスパコンのページを、コピーしてきたんですけれども、qstat という、コマンドを打ちますと、自分のコマンド打ったマッピング .sh が、例えばここが R になっていると今走っています。こういう今ジョブが
実行していますと。で、QW となっているとちょっと待機中ですとかというようなことが出ます。で、これがなくなるとジョブが終わりましたということ。あと、変なジョブをうっかり投げてしまって消したいなと思ったときには、QDEL でスペースでここのジョブ ID をここに打ってやると、で、エンターを押すと、このジョブを消すことができます。なので、QSTAT で実行中であることを確認していただければと。で、今ここまででこう R が確認できた方いますか？あ、じゃあ結構大丈夫で走ってます。よかったです。なかなか始まらないかと思ってちょっと不安だったんですけれども。で、ちょっとジョブが終わるまでの間、少し話を、しようかと思います。できてないかと思いますか。すみません。で、ちょっとログインがうまくできていない方が結構いらっしゃるみたいなので、もうこれ完璧にできるという方がいらっしゃったら、ぜひ周りを手伝って、あげていただけるとありがたいです。できない方はどんどん周りを頼ってください。お願いします。ちょっとここからは話をするだけなので、とりあえず話をしながら、皆さん作業をしてください、話を聞きながら、作業をしてください。で、先ほど太田先生の講義でもう次世代シーケンサーの説明等をされたので、今更、することはないかもしれないんですけれども、次世代シーケンサーたくさん種類がありまして、イルミナーのハイシークであったり、アイオン、PGM やプロトンであったり、パックバイオであったり、あと私は最近よく使っているんですけれども、先ほど太田先生から紹介があった手のひら型のシーケンサーの、ミニオンですね。こういった、たくさんの、シーケンサーがあると。で、皆さんもご存知の通り用途も様々で、アンケートを見ましたけど、かなりゲノムとかエキソムシーケンスに興味のある方が多いかなというやっぱイメージがありました。あとは RNA シークであったり、先ほども講義がありました、チープシークですね。あと私もよく使っています DNA のメチル化パターンを検出するようなバイサルファイトシーケンスであったり、あとは転写開始点ですねを同定するような TSS シークであったり、あとこれはスタンフォードだったかな、グリーンリーフという先生が開発した、アタックシークというオープンクロマチン領域を同定するような、さまざまな種類のデータがあります。で、これファスト Q ファイルで、先ほどの太田先生の授業で、講義で、この一次データですかね、シーケンスを読んで、そのままのデータですね。がまずあります。で、今回、最初にお配りした次週の下にある .fq というファイルがこの FASTQ ファイルになります。なのでシーケンスデータになります。と、1行目が、各シーケンスの ID で、2行目が、シーケンスになります。 A とか T とか C とか G とかで、3行目が、なんかちょっとプラスとかなんかこういうとかっていうこっちですね、プラスとかっていうのがついて、で、4行目に、この各塩基の、ベースクオリティスコアですね、QV が表示されていて、クオリティがいい、いいものから悪いものというような、表示がされています。で、この、シーケンスファイルからじゃあ解析をしましょうというのを、今やっています。で、一応その、じゃあ実際にシーケンスファイルを見てみましょうというところがこれになりまして、CD 次週で次週の中にもう入っている方はそのままでいいんですけど、次週の中に入っていただいて、で、例えばキャットでも何でもいいんですけど、そのファイルを表示するコマンドと、例えばこの PC9
1.fq、 これはファスト Q ファイルですけれども、まあ、これを開いてやると実際にファスト Q ファイルを見ることができます。まあ、1行目が ID、 2行目が、シークエンス、3行目またなんかなくて、4行目が、クオリティといった形になります。これでレスコマンドは、Q を押すと、終了するので、まあ終わりたいなと思ったら Q を押して、で進みたいときはスペースキーを押すと、まあ、進んでくれます。でこのファスト Q ファイルの中に、じゃあ実際にどれぐらいのシーケンスリードが入っているのかというのを、まあ、数えましょうというのを、このコマンドですることができまして、WC コマンドですね、ワードカウントで、このファスト Q ファイルを指定しますと、ちょっとここに答えが書いてあるんですけれども、ファスト Q ファイルの中のシーケンスの、が 何リード入っているのかというのを数えることができます。で、まあ同じことなんですけれども、まあ、実際に、今回今、マッピング .sh の中で、使っているファイルは実はこれになりまして、このファスト Q ファイルを、まあ、実際に見てみましょうというのと、まあ、実際にじゃあ何リード入っているのかというのを、まあ、ちょっと数えてみていただけるとありがたいです。ここからちょっとまた説明になるので、まあ、説明を聞きつつ、まだちょっと間に合っていない方は、助けを待ちつつ、ちょっと聞いていただけるとありがたいです。で、このマッピング .sh を先ほど計算ノードに投げましたけれども、この中身は何が書いてあるのかというのをちょっとこちらに、書いてみました。で、まあ、レスでこれ自主の中に入ってからレスマッピング .sh を、まあ、打った、結果こちらになるんですけれども、まず計算ノードに投げる際にちょっとこの辺のおまじないが必要だということがスパコンのページに書いてありますので、まあ、その通りに打つと。ちょっと私も詳しいことはあんまりよくわからないんですけれども、で、今回はそのファスト Q の、LC2AD.FQ ですかね、このファスト Q ファイルを、ヒトゲノムにマッピングをしましょうということをやりました。でやったことは、BWALN というこの BWA というソフトウェアで、まあ、ヒトゲノムですね、このヒトゲノムにアライメントしましょう。で、なんかドットサイというまずファイルに出力をします。でその後に、この BWA サム SE って読むんですかね、こちらで、サムファイルという、マッピングの結果を表示してくれるようなファイルを、まあ、出力しましょうというコマンドを打ちまして、でここでドットサムというファイルができると。でその後でサムツールズというソフトウェアを使って、この先ほどのバムファイルというのを太田先生が説明してくださったかと思うんですけども、バムファイルにして、で実はこのバムファイルを最後自分の PC にダウンロードして表示をしようということが、まあ、今回の実習になりまして、ちょっとこれを一つ一つコマンドを実は手で打っていただくのが一番良かったんですけれども、なんかこういう形で計算ノードに投げないといけないようだったので、ちょっと今回はこういう形を取りました。で今の BWA というソフトウェアを使って、このファスト Q ファイルを、まあ、ヒトゲノムに、ヒトゲノムのどこの部分のシーケンスリードなのかというのを、まあ、マッピングによって調べるということをやりましたけれども、まあ、マッピングのソフトウェアというのも様々ありまして、例えば、まあ、イルミナ社が出しているようなエランド、先ほど使った BWA というような、まあ、この BWA なんかは、よくゲノム焼きソームのシーケンスのマッピングに、よく使われているような、結構ミューテーションスニップスやインデルのマッピングに強いような、マッピングソフトウェアになります。あとは膨大とかトップハットですね。で実際に遺伝犬のスパコンにもこのソフトウェアが入っていますので、例えば BWA と押してエンターと押していただくと、なんかこうマニュアルがわーって出てきて、まあ、使い方が出てきたり、膨大や、まあ、トップハットのようなものも使い方が出てくるので、最終的にこの使い方にのっとって、ここにファストキーを入れて、ここにアウトプットのファイルを入れてというような形で、
指定してあげると、まあ、マッピングができるという形になっています。なので、まあ、遺伝研のスパコンにもしアクセスすることができるようになれば結構簡単にマッピングは、まあ、できるかなという形になります。で先ほど、この BWA を用いて、このファスト Q をヒトゲノムにマッピングをしましたということを言ったんですけれども、まあ、参照ゲノム配列は例えば、まあ、先ほど田先生の講義であった UCSC ですねといったようなところからまあダウンロードをしてきて、で、まあ必要あれば少し加工をして、で、サーバー上に置いて、でそれをまあ指定してマッピングをするということを行います。で今回用いたのは UCSC の HG19 で、今 HG38 で1個後のバージョンなんですけど、1個前のバージョンのゲノムの配列を使っています。でちょっとここからがすごい私がちょっとうまく導けているか心配なんですけれども、ジョブが終わっているかどうかを確認していただければと思います。実際に次週の中で ls-lt を打っていただいて、このファイルができているかどうかを確認してください。ちょっとできていなかったら私の準備が悪いんですけれども、一番大事なのは、ね、この2つが後で IGV で見たいファイルになるので、この2つがどうにできていなければちょっと悲しいんですけども、いかがでしょうか。まだ終わってないかもしれないんですけれども、ジョブがとりあえずこの QSTAT というのを押していただいて、これがまだ R の方は、まだマッピング中なので終わっていないかもしれないですけど、このマッピング .sh が消えていたら、おそらく終わっているか何かなので、まだ R であったり、あとなんか GW とかでまだ待機中とかっていう場合はまだちょっとマッピングが終わっていないかもしれないので、それはちょっと待っていただくしかないかもしれないです。で BWA の、この出力ファイルと、まあ、それを BAM ファイルに変換したファイルと、その BAM ファイルをさらに、ポジションで相当して、でインデックスをかけたファイルがこちらになります。まあこれですね。実際にサムファイルというのができていない方いますか。できていない方多いかな、もしかして。もちろんできている方はサムファイルというのを見ていただくと、こういうようなデータが、あ、ないな、出てくると思います。これは BWA のでヒトゲノムにマッピングした結果のファイルになります。でこのサムファイルをバイナライズ化したのがバムファイルになりまして、でこのバムファイルは普通にレスとかでは見れないので、このサムツールというのを使うと、まあ、サムファイルと同じように中も見ることができると、まあ、言ったようなこういうコマンドになるんですけれども、これが一応マッピングの結果になります。このマッピングの結果なので、この一つのシーケンスリードの ID が、まあ、どんなゲノムのポジションに当たっているのかっていうのを、表示しているファイルになります。すみません、ちょっとどんどん進んで、一度ずつどんどん進んでしまおうと思うんですけれども、で今まででちょっと何やってるかもしかしたらわからない人もいるかもしれないんですけど、ちょっとすみません、かなり、飛ばし気味でやっているんですけれども、まあ、このマッピング .sh を実行をして、先ほどのシーケンスの一次データをヒトゲノムにマッピングをしまして、でこのマッピングの結果が得られました。なので、どこのクロムソームの何番目にこのリードは、貼り付きましたという、マッピング結果が出ました。でそれをじゃあ、まあ、そのを見ていてもよくわからないので可視化してみましょうというのが、
次になりまして、そこで使うのが IGV になります。で、IGV で、この LC2ADIGO ソート .mam ですねと BAM.BAI というこの2つを、自分の PC にダウンロードをして、で IGV で見てみましょうというのが、実習としては、最後の部分になります。で、ちょっと何言ってるのかわからないという方は手を挙げていただければと思います。ちょっと私 Mac あまり詳しくないので、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけれども、 Mac の方はこの SCP コマンドというのを使うと、自分のPC にコピーをすることができるようです。で、ここのちょっと水色の部分は自分の、自分のアカウントを打っていただいて、で、このソート .bam を、こちらは自分の、Mac 上の好きな部分を指定していただければいいと思うんですけれども、例えばデスクトップだったら、これで合ってるのか分からないですけど、デスクトップ上にコピーをしたいというような、コマンドを打っていただけると、なんか転送ができるようです。で、 Windows の方は WinSCP を使いまして、次週のディレクトリの下にある LC2AD sort.bam.bai というこの LC2AD というのはすごい言い忘れていたんですけど、あの細胞株の名前でして、もう細胞株のこの細胞株の実は RNA シークのデータを少し一部切り取ったテストデータをここに置いていまして、それをマッピングした結果を作ってもらったんですけれども、これを、ピッとドラッグアンドロップでこうコピーをしていただくと、もちろんデスクトップにファイルをコピーすることができるかと。で、これこのファイルとこのファイルが、自分の PC の上にコピーすることができましたら、先ほど、出した通りの IGV で開いてみてくださいというのが、やっていただきたいことになります。すみません、なんかできている方に聞いたところ、このマッピング .sh がまだ全然終わっていないという悲しい情報を得まして、ちょっと内部小さなファイルで作ったつもりではいたんですけれども、マッピングがまだちょっと終わっていないのか、何かエラーが起こって、しまっているのかもしれないということなのでですね、ちょっと先に進みたいので、もうじゃあさっきのうまくいったと仮定しまして大変すみません、ちょっともう皆さんこちらにも CD でまず自分のホームディレクトリに戻っていただいて、でこのアウトという中に LC2AD がの先ほどの BAM ファイルが入っていますので、これを自分のところにコピーしていただいて、で、それをさらに PC 自分の PC にダウンロード、転送をして、で、ちょっと先に進みましょう。で、このアウトがコピーできない方いますかね。これアウトというディレクトリがコピーできるので、そしてそのアウトの中に CD スペースアウトで入っていただいて、で LS っていうコマンドを打っていただくと、なんかアウトの中身が見れます。で、そのアウトの中身を見ると、多分先ほどの LC2SOUT.MAV とかっていうのが入ってると思うので、そちらを、ダウンロードしていただければと思います。これですか。では Mac の方は SCP で、Windows の方は WinSCP で、コピーをしていただける。で、すいません。で、この場合は今アウトをもしかしたらアウトをコピーしたかもしれないので、ホームスラッシュレクトいくつ。スラッシュアウトスラッシュで、このちょっとアウトというディレクトリをパソコンにちょっと入れないとコピーできないかもしれないですけれども、
なので Windows の方も次週の下にさらにアウトという、違うな、あ、いいのか、次週の隣にアウトというディレクトリができていると思うので、そちらの中から、コピーをしていただくという形になるかと思います。コピーができていない方は教えてください。で、コピーができた方は、ちょっと IGV で、このソーティットドットバムというのを、開いてみてください。で、開けない方がいらっしゃったら、またこれも教えてください。で、一応ここまでで、実習、ハンズオンらしいハンズオンというのはおしまいになるんですけれども、今までやったことは、ファスト Q ファイル、一次ファイルですね、シーケンスの一次ファイルがありまして、それを BWA というマッピング、今回は BWA というマッピングソフトでヒトゲノムにマップをしました。で、得られた結果っていうのが、LC2AD のサムファイルというのになるんですが、それをさらにバイナライズ化したのが BAM ファイルになります。まずマッピングの結果ですね。ファスト Q をヒトゲノムにマッピングをしたマッピングの結果というのを、スパコンから次に自分の PC に移して、で、最終的にまずは可視化をしてみましょうという、そういう、実証させていただいたという形になります。ちょっと戸惑ってしまって申し訳なかったんですけれども。で、実際に今回使ったファイルというのはものすごく小さなファイル、すみません、結局終わらなかったんですけれども、ジョブが、ダウンロード等で簡単にできるように、すごく小さなファイルにしてありまして、一部しか表示されないんですけれども、例えばこの遺伝子を、ここに、検索のこの窓にこの遺伝子を打ち込んで、エンターを押しますと、この遺伝子領域が、ちょっと先ほどエラーがあるのか、ここがうまく表示されないというちょっとご指摘があったんですけれども、ここがこういうような遺伝子領域が、表示をされる、と思います。で、これが、IGV の、表示の方法になりまして、で、こちらのこのプラスとかマイナスとかいう部分を押して、例えばプラスの方向に押していただくと拡大していきまして、最終的には塩基レベルまで、見ることができます。なので自分の好きな遺伝子をここで検索していただいて、で、エンターを押すと、自分の好きな遺伝子のシーケンスを見ることができて、さらに拡大をしていくと、例えばここはリファレンス配列と違う、変異であったりする、多型みたいな、こういうものを、見ることができるというような形になります。で、あと IGV の使い方いろいろありました。例えば IGV ツールズとかっていうものを用いて、さっきの BAM ファイルをさらに、バイナライズ化してカウントをデータにして、こういうふうにプロファイルだけを表示するような、形にしたりだとか、あと BAM ファイルだけではなくて、いろんなファイル形式のファイルを開くことができますので、詳しくは IGV のページの、ところに、開けるファイルフォーマットというのが書いてあるので、そちらを参照いただければと思うんですけれども、かなり、NGS データの、解析した後のデータを、表示するのに、非常に便利で、私もよく論文の FIG 等でよく使うので、こういうのを使って、まずは目で見てみようということが、重要なのかなというふうに思います。すみません、本当はおまけとして、あれ、本当はおまけの、ちょっと、すみません、接触が悪いんですけど、あら、すみません、接触が悪かったので、あ、すみません、HDMI を使ってたんですけど、すみません、ちょっと本当はおまけとして、先ほどの PC9 っていうのファスト Q が、実はホームディレ、あの次週の下に、一緒にコピーしていただいたと思うんですけど、先ほどの LC2AD はシングルエンドの、シーケンスで、こちらはペアエンドで読んでいるシーケンスのデータがあって、実はこれを、同じようにマッピングしてもらおうかなというふうにちょっと思っていたんですが、ちょっと先ほどのもっと小さなデータの方も終わらないような形になっていたみたいなので、ちょっと、もし興味のある方はやっていただいて、ちょっとでもここは飛ばそうと思います。
実際にこの PC9 っていうのを、まあ、ヒトゲノムにマッピングをして、これは実はホールゲノムのデータを小さくしたものになるんですけれども、例えば EGFR という遺伝子を検索しますと、この PC9 というこれは細胞株、肺腺がんの細胞株の名前になるんですけれども、まあ、この PC9 は実は EGFR という遺伝子のここの部分に15ベースのデリションがあって、まあ、こういうのもきれいに見ることができますといったようなのを本当はちょっと、やれるといいかなと思ったんですけど、少し時間がないというか、ちょっとスパコンの方の計算がまだ終わっていないようなので、ちょっとここは省こうと思います。で、ちょっと先ほどの使ったデータっていうのはかなり小さくしたテストデータなので、一部の遺伝子しか表示されないかもしれないですけれども、それはちょっとまあ、コピーをするのに時間がかかるかなと思って小さくしたので、ちょっとなんかあまりピンとこなかったかもしれないんですけども、ちょっとご了承いただければと思います。実際に、今のファスト Q をマッピングして、で、まあ、どんなふうに解析を行っていくのかというのの一例をちょっと、いくつか載せてみようかなと思ったんですけれども、先ほども元先生の講義でもあったように、目的によってさまざまな解析方法が、あります。で、例えば、全ゲノムやエキソームといった、シーケンスデータからゲノムの多型や変異の検出を、まあ、行いましょうというようなことでよくやられると思うんですけれども、まあ、ここの、ゴールデンスタンダードみたいなものはなくて、まあ、さまざまなプロジェクトでさまざまな方法が正直使われていると思います。でも私が、実は使っているのはこの BWA でマッピングを行って、で GATK というのブロードの方が出しているツールで多型や変異を検出するという方法を用いています。まあ、これは結構よくやられている方法だと思います。で、実際にこの GATK のところを、まあ、検索していただくとかベストプラクティスというようなページが出てきまして、どういう解析をしたらいいかといったようなワークフローが出てきますので、まあ、こういうページを参考にしていただいて、解析をしてみるといいかと思います。あとはこれちょっと遺伝系なんですけど、東大のイカ研の方のスパコンにゲノモンというようなものがインストールされているらしくて、これは日本語のマニュアル等もついているので、まあ、こういうようなツールを使って、ゲノムの情報や RNA シグの情報等を解析するのが、いいのかなというふうに思います。で、よくで、まあ、ゲノムやエキソームのデータを解析して、で返して、で Excel にここに変異があった、ここに変異があったというデータを返すんですけれども、まあ、検出した変異が全て正しいとはもちろん限らず、まあ、エラーが含まれていたりだとか、あとなんかよく例えばがんのシーケンスをして、で、まあ、一応正常細胞のスニップさんを除いたけれども、まあ、残っていて、それはがんの変異だと思ったけど実は正常のスニップスだったみたいなことよくあるので、まあ、全て正しいとはもちろん限らなくて、で先ほど言った IGV での目視や三がシーケンスの確認っていうのはやっぱりまだ少し必須なのかなという、まあ、そういうまだ時代なのかなというふうにはちょっと思います。で、まあ、あと RNA シークなんですけれども、まあ、私は RNA シークを解析する場合は、まあ、トップハットという、マッピングソフトウェアを使いまして、まあ、ヒトゲノムにマッピングをして、で、まあ、カフリンクス、カフディフといったような、まあ、この一連のパイプラインがもう整備されていまして、実はこちらを使って、最終的に発現量の定量であったりだとか、まあ、あとサンプル間の発現量の比較を行っています。結構外注とかで RNA シークのデータを解析してくださいというふうに投げたりすると、こういうのも結果が返ってきたりすることもなんか見たことがあります。で、あとはその、まあ、このトップハットカフリンクスを出しているところで、トップハットフュージョンというのがありまして、まあ、このデータ、このソフトウェアを使ってRNA シークから、まあ、融合遺伝子の検出等も私は行っています。ちょっと宣伝になるんですけれども、この RNA シークの、本っていうのが出ていまして、なんか RNA シークだけなのにこんな分厚い、本が出ています。で、ここになんか RNA シークのいろんな、まあ、実験であったりだと解析例みたいなものがあるので、まあ、こういった本を参考に RNA シークの解析をしていくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あと私がやっているのは実はチップシークなんですけれども、まあ、先ほどなんかいろいろチップシークの解析の仕方とかデータの見方みたいなのが出てきてたので、もういらないかなと思うんですけど、私はチップシークを例えば、まあ、BWA でもいいんですけど、膨体というマッピングソフトでマッピングをして、で MAX という
ピークを、例えばチップシークのデータなんかピンとピークが、例えば転写因子のバインディングサイトにピンとピークが立つような、そういうプロファイルを示すんですけれども、このピークを検出するのに MAX というピークの検出の、ソフトウェアを使ったりします。実際に遺伝系のサーバーにもこの MAX のソフトウェアが入っていて、MAX このコマンドを打っていただくと、なんか動くので、使えるのかなという形になっています。で、あとなんかこのアタックシークっていうのは、先ほども言いましたけど、スタンフォードのグリーンリーフという先生が、作った方法で、オープンクロマチンですね。クロマチンが開いているところに、アダプターを、トランスポゼスで飛ばしてやって、そこを PCR をかけて増やしてやるという、このオープンクロマチン領域を、検出するような方法になります。で、こういったデータを、こういうふうに、解析する、これ一例ですけれども、こういう方法があるということが知られています。あと、これは、ChromeHMM というソフトウェアになるんですけれども、私なんか特に、ヒストン修飾のチップシークを行って、エピゲノム解析を行うということをよくやるんですけれども、ヒストン修飾のチップシークで H3K4 のトライメチルとか、H3 なんかアセチルとか、27のアセチルとか、27のトリメチルとか、なんかいろいろすごいたくさん、あって、それをずらーって並べても何見ていいかよくわからないといったようなことがありまして、これをクロマチンの状態をパターン化してくれるソフトウェアになります。で、実際にちょっと時間が、余裕がある方はちょっとこういうのを見ていただくといいと思うんですけれども、ここに LC2AD のクロム HMM の結果を置いてありますので、これをもし自分の良かった自分というとにコピーしていただいて、で、それを PC にダウンロードして、で、IGV で見ていただくと、どんなような形で見えるのかというのが分かるかと。実際にちょっとまたこれも宣伝になってしまうんですけど、こちらで、この ChromeHMM の書き方を実は書いていますので、そういうのも見ていただいて、実際にちょっとやっていただくと、なんかどんなソフトウェアなのかっていうのがよくわかるかと思います。で、ちょっとすみません、駆け足になったんですけれども、このままちょっと進ませていただいて、で、ちょっとデータベースと新技術の紹介をちょっと巡っているんですけれども、本当はちょっとこの DBTSS というデータベースを紹介しようと思って、今日来たんですけれども、この DBTSS は東大医科研のヒトゲノムセンターのスパコンから提供されているデータベースになりますが、残念ながら本日東大の医科研のスパコンがメンテナンス中で、これがうまく見れないので、ちょっと紹介だけさせていただいて、ちょっと実際にいじることができないんですけれども、DBTSS というのは、実えっとですね、いろんなデータを、細胞株ベースのデータが多いんですけれども、いろんなデータを載せていまして、で、実際にですね、データコンテンツがあるんですけれども、細胞株がかなり多いです。で、私が何でこれを紹介しているのかというと、私がやった細胞株、肺腺がんの細胞株26種類の、ホールゲノムのシーケンスと RNA シークとチップシークと、あとバイサルファイトシーケンス、あと TSS シークのデータが全てここに載っているので、ちょっと紹介させていただこうかなと思ったんですけれども、これなんか細胞株なので特にIC みたいなものもないので、こういうテストデータとしてよく使われているような、使いやすいようなデータがここにあるので、ぜひもし皆さんよかったら見ていただければなというふうに思います。で、ゲノムブラウザ、この DBTSS には人の多型や変異の情報っていうのもいくつか格納していまして、各種がんですねの変異情報を、オープンになっている頻度情報ではありますけれども、格納していて、SNPs みたいなものも格納しています。で、私たちがやりたかったのは、結局そのある変異があった場所に、例えば細胞株でどんなメチル化の情報があるか、どんな RNA の情報があるかというのを重ね合わせてみたかったというのが、このデータベースの目的になるんですけれども、そういった情報っていうのも格納されていまして、
本当はちょっとこういうワークフローをここでやりたかったんですけれども、ちょっと今日は、DBTSS が使えないので、まあ、ちょっと紹介だけさせていただこうと思います。で、まあ、実際ゲノムビューアーみたいなもので、たくさん、ゲノムのシーケンスのデータや、まあ、RNA シーク、チップシーク、バイサルファイトシーク、さまざまなデータを、まあ重ねて、重ねて、見ることができるといったようなデータベースになります。で、まあ、データのコンテンツを見ていただくと細胞株がいろいろ書いてあるんですけれども、まあ、それを見ていただいて、もし何か、これ使いたいなというようなことがあったら、ぜひ使っていただければなというふうに思います。あとパスウェイマップみたいなものに各細胞株の発現量のデータとかをこういうふうにマッピングしたりだとか、まあ、そういったようなデータがあります。で、ここまでが、すみません、DBTSS の、ちょっと紹介をしたかったので紹介をさせていただいたんですけれども、最後に、新技術っていうと怒られるかもしれない、そんなにもう新しくないんだよって言われるかもしれないんですけれども、先ほど茂田先生が紹介された手のひらの上の USB シーケンサーを、まあ、実は実際に使って、おりますので、まあ、それのちょっと紹介をしようかなというふうに思います。まあ、ちょっと NGS の、まあ、次になってしまうので、参考程度に聞いていただければと思います。で、私が今ちょっと実は研究に使っているのはオックスフォードナノパーテクノロジーが出しているミニオンという先ほどの紹介があった手のひらサイズのシーケンサーになるんですけれども、特徴としましては、初期投資が安いんですね、1000ドルですね、10万円で、この機械って言っていいのかな、側と、フローセルといって、シーケンスに必要な板が2枚ついてきて、あとは試薬もついてきて、スターターキットというのが、1000ドルで買えると。で、非常に軽いですね。ポケットに入るぐらいの大きさで。で、データの特徴としては長いリードが読めます。10キロとか20キロとかっていう。もちろん短いリードも読むことができます。で、ちょっと、リード数は少ないんですけれども、長い分少ないんですけれども、1万から最近10万リード、下手すると50万リード読める欄も、あるというふうに言われていまして、実際に日本差 DNA にこういうふうにアダプターをつけて、こうシュル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 っとこうポアの中を通る時のイオン電流の違いを読み取って、でもこれで塩基をコールするというような、そういうシーケンサーが あります。でもナノパーシーケンサーも発売されたのは、そうは言ってもちょっと前なので、結構研究が行われていまして、先ほども紹介はあったんですけれども、確かにパソジェムディテクションであったりだとかタイピングですね、耐性ミューテーションがあるような、スニップスがあるような、ものだったりとか、パソジェンのそういう研究っていうのがすごい進んでいます。なぜかというと、先ほどもご紹介があったんですけれども、例えばエボラであったり、そういう危険なものを、ジャングルの中でシーケンスをして、そのままシーケンサーを破棄して、帰ってこれるという、そういうメリットがあるからだと思います。あとすごくシーケンスの時間が早いので、こういうのジャングルシーケンスみたいなものに向いているという、そういうシーケンサーになります。で、あとはロングリードを読むことができるので、例えばスプライシングパターンであったり、ストラクチャルバリアント、キャンサーのストラクチャルバリアントみたいな、そういうロングリードならではの、今までショートリードで分からなかったゲノムの構造みたいなものを検出するのに、よく使われているというか、これは今まだ、研究はあんまり論文があんまり出てないんですけれども、こういうのに使えるんじゃないかなというようなシーケンサーになります。実際私も新学術のシステムが新次元の公募研究の方で、こちらのナノポアシーケンサーのフェージングというのを行わせていただいておりまして、で、こちらの助成を受けて行っているんですけれども、例えば EGFR という肺腺がんでよくミューテーションが起こっている遺伝子があるんですけれども、この L858R という遺伝、変異があると、こういうイレッサですね、ゲフチニブやロチニブという薬がよく効くと、ただいつか耐性変異が入って効かなくなるというような、そういうものがあるんですけれども、ヒトゲノム、特にがんだともっとよく分かんないですけど、ヒトゲノム一応2コピーあるので、じゃあどっちに変異が入っているのか、本当に両方同じアリルに変異が入っているのかというのを、簡単にシーケンスでディテクションできないかということを思いまして、
で、まあ、ショートリードだとちょっと遠いので同じモルキュール上に乗っているかわからないですけれども、で、ミニオンちょっとまだロングリードで、実はシーケンスはあんまりきれいじゃないんですけれども、まあ、一応その、まあ、変異は変異同士でワイルドタイプはワイルドタイプ同士にアリルに乗っているといったことが分かったと、まあ、こういうような使い方もあります。で、まあロングリードでこういうことが分かっても、じゃあどうやってバリデーションするんだっていうような話がありまして、でこれもまた新しいのがちょっと分かるんですけど、新技術ということで、10X ジェノミクスっていうところが、あれですね、長い DNA にバーコーディングを行って、でそれで、それをその後に、まあ、シェアリングですね、切って、でショートリードシーケンスを行うと。そうするとその後にそのバーコードがついているので、そのバーコードを使うと長い DNA が再構築できますという、先ほどのナノポアがフィジカルロングリードですね、物理的なロングリードを読むとしたら、こちらは合成ロングリードですね、シンセティックロングリードシーケンスという、まあ、技術になるんですけれども、まあ、こういう技術が、ありまして、まあ、先ほどのフィジカルロングリードとこれを組み合わせて、ガンをさらにロングリードシークエンスで、なんか分からない、今まで分からなかった変異等を分かるようにしたいなというのが私が今やっていることで、まあ、10X ジェノミクスの、まあ、ジェームコード技術というのが今紹介した分子バーコーディングの技術なんですけど、まあ、こういうワークフローでバーコーディングをして、まあ、イルミナのシークエンサーで読むと、まあ、例えばこういうストラクチャルバリアントみたいなものが、まあ、今までのショートリードシーケンサーより一応見えるという、本当なのか分からないですけど、というようなこと、まあ、そういう技術もあるという形になります。で実際に先ほどのナノポアで、この2つの変異をフェージングしたという、同じアリルに乗っているかどうかというのを確かめたというのを言ったんですけれども、この、文科省の先進ゲノム支援という、研究課題、その文科省の科研費の研究課題を対象にした、シーケンサー技術の、支援というのをやっているところがありまして、こちらの助成を受けて、先ほどのナノポアの研究に、まあ、これで 10X のデータを足しましょうというような、まあ、そういう研究も実は行っています。で、まあ、こっちの、シンセティックロングリードの方でもう同じように、このミューテーション同士はミューテーション同士で、ワイルドタイプ同士はワイルドタイプ同士の、まあ、同じアリルに乗っていたということが分かったと、まあ、いうような、まあ、そういうなんか新しい技術というのもいくつか出ています。ちょっと自分の研究の紹介になってしまったので申し訳ないんですけど、まあ、あとは結構いろいろいろなところから相談を受けるのは、まあ、シングルセルシークエンスですね。まあ、私は自身はあんまり、この辺の新しいシークエンス、シングルセルシークエンスの技術を使ったことがあるわけではないんですけれども、C1 のフリューダイムの C1 の RNA シークをちょっとやったことがありまして、これはもうご存知の方も多いかもしれないですけれども、これマイクロフリューディクスですかね、微小粒炉の中にもこう細胞を通してこのライブラリプレップを行って、でシーケンスを行うといったような、まあ、そういう技術になります。まあ、あとは NX1 シーク、これは金沢の橋本先生が出しているような、技術になります。あとはドロップシークですね、ドロップレッドの中に細胞を閉じ込めて RNA シークを行うといったような、まあ、あとこのドロップシークと似たような形で、先ほどの 10X ジェノミクスが同じ機械で実はシングルセルもできますというプラットフォームを出していまして、まあ、こういうプラットフォームが今シングルセルシーケンスの技術として出ているというような形になります。でもこれもなんかこの RNA シークの方にいろいろ載っているので、ぜひもしシングルセルシーケンスがやりたいという方がいたら、まあ、こういう本を読んでいただいたり、あとはいろいろとご相談いただければと思います。でちょっと今までで実は終わりなんですけれども、ここまでで何か質問とかがあれば、もし何か質問等があればお答えしようかなと、コマンドラインとかでも全然結構ですので、なんか全然うまく進まない部分があったとか、ここは間違ってるんじゃないかとか、いろいろ何かご意見があったら、お聞かせいただきたいんですけれども、特にないですかね、ちょっと早いかもしれないですけど、
すみません、じゃあちょっと時間より前になってしまったんですけど、一応一旦終わらせていただいて質問を受けたいと思いますので、ちょっと謝辞の方を先にさせていただければと思います。で、今日ちょっとすみません、私の方の不手際でいろいろとごたごたしてしまったんですけれども、国立遺伝学研究所のスーパーコンピューターシステムを、今回特別に、お貸しいただきまして、ご用意いただきまして、またこちらの大学の先生方にはいろいろとネットワークの件でご協力いただきまして、本当にありがとうございました。すみません、で